普段できることが全くできなくなってる。なんで本当に結構レックレスって考えは大事なんですよ。先人の忠告は聞いた方がいい。うまい。クレイジー修験者のレックレスを遍路。本当にありがとうございました。俺の徳島県が終わってしまった。今日はもういいでしょこれで、ここで一旦切ります。この後道の駅日和佐に向かって本当にね野宿できるのかちょっと確認してみたいと思います。まあこの疲労困憊でもうよく考えたらあんまり今日飯も食ってないし、この後どうなるのかちょっと気になる方はぜひ明日も見てください。終わり。この後あまりにもお腹が減っていたのでコンビニに直行してカツカレーを食べる。安心してください、イートインで料金払ってますよ税率。うん、めっちゃうまい。そして道の駅日和佐で発見しました、お遍路さん野宿ゾーン。こんなエリアがあるとは、素晴らしい計らいです。ありがとうございます。設営完了。ここをキャンプ地とする。短い間でしたがありがとうございました。出発します。はい、室戸岬方向に向かっていきます。次の目的地である24番はこの室戸岬の向こうにあります。正直80キロ近く今日俺が移動できるビジョンが見えない。足の裏がめちゃめちゃ痛い。状況は非常によくありません。道の駅を出発してから、街灯も何もない、暗くて危ないからね気をつけていきましょう。だんだん明るくなってきました。っていうか普通にガチ山ですね。自分の想像では海岸線を行くのかなと思ってましたけど、全然普通に山に入っていきます。どういう道になっていくんでしょうか。はい、あまりにも眠すぎてトンネル手前のこの休憩所で眠ってしまっていました。さて今日はね、24番までたどり着けるかどうかの判断をしなければいけないんで、とりあえずちょっとコースを考えてみました。もうベンチマークを3つ用意してそこに何時にたどり着いてればいいかっていうのをちょっと考えてみたんですよね。とりあえず次の目的地は麦町ですね。麦町のコンビニがあるんでそこに7時15分にはたどり着いてないと厳しいと思います。とりあえずそこまで頑張って走ってみる。 Go to 麦町。ダメですね、ショッキングなほど全く走れません。今日はもう走ること自体諦めなければいけないかもしれない。というか慌てすぎですね、完全に。普段だったらこんなこと絶対しないのに。まず何が悪いかというと今日何も食べてないことですね。考えが甘すぎる。まあ途中でコンビニがあるだろうと思って出発してしまったけど、やはり一の駅の近くにコンビニがあったわけですから、そこで食事をとってそれから出発するべきだった。んでとりあえずこれを食べます。カロリーメイトです。この箱見て皆さんどう思います？ボロボロじゃないですか。今の私の状態はこんなもんですね。これお客さんに売れるかっていうと絶対売れないんですよ。こういう状況なんですよね。普段できることが全くできなくなってる。なんで元の状態に戻す必要があります。今の状態で低スペックな状態で走り続けても効率が悪いだけだ。今日はねもう走ることはしません。行けるところまで歩いてそこで早めにホテルに入ってね、そこで回復に努めたいと思います。ここは勝手が分かってる長野県や山梨県とは違う四国なんだよ。今まで走ってきたどの道よりも険しい。よく考えないと、舐めてたらやられる。どのくらいだろう、このゴミステーションの隣のベンチで眠ってしまっていた。ゴミ捨てに来たね、おばちゃんに話しかけられてそれで初めて起きましたね。おばちゃんね励ましてくれました。ありがとうおばちゃん。はい、ここが峠のピークのようですね。ここで南町が終わりです。ここから麦町ですね入ります。意外とねずっと上りでしたね。あの道の駅を出てから、海岸沿いをね平坦な道を来るようなイメージでしたけど、ちょっと思ったのと違いましたね。それにその歩道もなかったりして道幅も狭かったりするんで、昨日ねここを夜通ろうと思ったんですが通らなくて正解ですね。ここを暗い時間帯に通るのはちょっと危ない。麦町インなかなか読みづらいよね。麦チョコみたいだし。麦登山マップ五原山っていうのと鬼が岩屋っていうのがあるんだね。見てこれ、鬼のまな板だって。怖、食べられちゃうよ。こちらね峠道をずっと歩いてきたんですけど、久しぶりに遍路道っぽい遍路道を歩いてますね。いやーしかしね、朝の状態よりは全然気持ちが晴れましたね。朝は本当に余裕がなかったから、
うまくいかないことに対して受け入れられなかったんですよね。うん。今日本当に、たどり着きたかったんですよ。24番。綺麗な川だな。本当に鬼が出てくる昔話の世界みたい。そう。そうなんですよ。受け入れられなかった。でも、もう確定した過去っていうのは、もう、変えようがないからね。私が考えて決めて変えられるのは、今日やることと、明日やることだけです。はい、ラーメン屋さんが出てきましたね。休んでますと書いてあります。今営業されていないようです。まあどの道時間が早いから食べれないけどね。さて、もうすぐねコンビニが出てくるはずですね。そこは道の駅からなんと15キロ経っています。まあね、これね本来予測できたことなんですよ。普通都市部以外の県境って商店なんてほとんどないじゃないですか。なんでね、まあそれは予測できたでしょうって感じだね。まあ気をつけるべきだった。まあ四国のね最初の県境でそれに気づけた、思い出せたのはまあ良かったんじゃないかな。さあコンビニ寄っていきましょう。麦町はね思ったより街っぽいですね。いろいろあります。セブンイレブンさん見えてきましたね。ちなみにもう一キロ先にローソンさんもありますね。元気のある方はお好みでどうぞ。私は元気が全くないのでセブンイレブンさん寄らせていただきます。マリアナ海溝の奥底まで落ちた俺のテンションを上げるためにパン屋さんでめっちゃ美味しそうなパンを買ったわ。うん、めっちゃうまい。いいものもゲットしたぜ。すげえすげえ、海綺麗だな。昨日のタイの浜に似てるね、雰囲気が。てか、サーファーがめっちゃいる。14人サーフィンしてる方がいらっしゃいますね。そして今日のホテルもね、先ほど予約しました。今日はこっから17キロぐらい先の普通のホテルですね。民宿じゃないっす。今日はちょっとね足の治療しっかりやりたかったんで、あの民宿だとバスルームが共用になっちゃうんで、うん、ちょっとね自分の部屋に引きこもって足を治療してやりたいと思うんで、普通のちょっと高めだけどねホテルにしました。3時ぐらいまで頑張って歩くか。あ、今マゼ農家っていうところなんですけど、55号線っていう道をねずっと来てたんですけど、ここからちょっと狭くなるみたいだね。多分こっちが行けって、距離的にもほとんど変わらないんでね。こちらの海岸沿いを行きます。もうダメ、今日眠すぎて。さっきも海岸沿いのベンチでちょっと寝ちゃった。寝ちゃったって多分1時間弱寝てたと思う。そんぐらい今日睡眠不足でやばいわ。マジ野宿なんてするもんじゃねえな。広くて綺麗な川です。ここはね海陽町かな、海陽町の川、海辺川ですね。海辺川が太平洋に注ぎ込んでますね。うん、綺麗です。のどかな景色ですね。今日俺ほとんど喋ってねえんじゃねえかな。もう今日はね、やばかったな、本当に。眠いし、疲れてるし、足痛いし。ああ、ひどいありさまでした。なんていうか、もう本当見る価値がねえんじゃねえかなっていう日になっちゃったけど、ごめんなさいね。あ、きちんと役に立つ情報を言うとすれば、この24番までのルートは、やっぱりね、一番厳しいのは、最初の麦町、15キロ何もないところが一番厳しいですね。そしてその次は、今いる海陽町の市街地、そこら辺まで来れば、いろいろね、あの、焦点ありますんで、まあ大丈夫でしょう。最初の15キロですね、注意してください。矢郷寺の近くのコンビニでいろいろ揃えておきましょう。数少ねえ役に立つ情報だ。さっきの綺麗な川、俺海辺川って言ったけど、多分海部川だわ。駅の名前が海部だったから。俺この四国で地名とか間違えまくってると思うけど、多めに見てください。調べてる時間ないので。うわ、こいつまた間違えてるよーって思ったらコメントで教えていただけると非常にありがたいです。さて、今日の私はね、いつもに増して全く元気がないわけなんで、その、海部駅の前に休憩所があったんでね、そこで休ませてもらってたんですよね。そしたら、もう一人休まれてる方がいて、あの、どう見ても歩き遍路中だったんで、ちょっとお声掛けさせていただいたんですよね。歩き遍路されていますかって。そしたらね、はい、してます。もう200回超えましたって言ってたんだよね。200?200 ってどういうことやね。一周でも1200キロっすよ。10周で12000キロですよ。100周で12万キロですよ。200周で24万キロ?もう、距離がようわからん。どんなレジェンドやねん。もう空き家からレジェンダリーでしょ。とんでもない人と出会ってしまった。今ね、逆落ちされてるっておっしゃってましたね。すげえ人だな。ぶっちゃけこの歩き遍路をできる方って、世の中でもめっちゃ少ないと思うんですよ。パーセンテージで言ったら。そして、やる回数もほとんどの人が1回だと思います。人生でね、ほとんど1回きりだと思うんだよね。俺も、もし失敗したらね、もう1回間違いなくやると思うけど、ケチガンしたら、多分やらないんじゃないかな。やったとしてもワンチャン逆打ちでやるかどうかだねって感じだね。歩き遍路は
お金、時間、体力、すべてが揃ってないとできない、非常に贅沢なね、遍路の仕方だって言われているからね。私もね、非常に特別なことをやらせていただいてるっていう感覚を持ってね、本当に回っていますね。どのお寺さんに行った時もそうだけど、手を合わせた瞬間ね、もう圧倒的感謝が胸の中に溢れてくるんですよ。本当に尊い時間だなと思いますね。なんでその上でこの動画を見てくださってるあなたに言いたいんですけど、あ、もうやられてる方、先輩の方はいいです、バカなやついるなと思って見てくださってると思うんですけど、それで結構ですので、まだやられてない方で歩き遍路をやりたいなと思ってる方いらっしゃったらね、ぜひやってみてください。体力っていうのは落ちていく一方なんですよ。今日この時が今人生の中で一番若い日ですからね。なんで本当に結構レックレスって考えは大事なんですよ。無鉄砲に今日始めてみましょう。あと今日晴れの予報だったのに結構雨降ってるんですよね。でレジェンドやっぱ言ってたんですよ。一番気をつけなきゃいけないのは雨だって、これから雨が増えるから気をつけなよって言ってくれましたね。うん、確かにね、そういうレジェンドの言うこと聞いた方がいいんだよな。俺さ、昨日だって21番大龍寺から22番平等寺に行くときに岩屋道だ、思い出した。岩屋道さ、ロープウェイの美人なお姉さんがやめた方がいいかもしれない、雨だからって言ってくださったのに、俺守んなかったからな、その忠告。先人の忠告は聞いた方がいい。この美しい景色もさっきのレジェンドも見ながら歩いてきたんだな。なんかそう思うと感慨深いね。一人じゃねえって気がする。絶対絶景が広がってんだろうなぁと思ったら、案の定めちゃめちゃ綺麗な海だよ。美しいね。それにしても海っぺりって本当に船虫がいっぱいいるんだねって余計なことを言ってしまった。今日はログに何もやってないけど自撮りします。イエイ。室戸まで48キロ、ここまで攻めることができたのは良かったよ。明日体調が良ければね、完全に射程圏内だから。さて、この峠を下っていったところに道の駅が多分あると思うんだよな。ウィー、景色最高だぜ。はい、最高のロケーションから現れました、道の駅獅子喰い温泉ですね。今日泊まるホテルはこの道の駅に併設されてるホテルだと思う、よくわかんないけど。なんで一旦ここで今日の旅は終わりです。というわけで今日のお夕飯と明日の朝ごはんどうしようかなって感じだね。うわぁ、こりゃ彼女と来るとこやで。二つあるしな。はい、レストランが5時半オープンだったんで、スタートダッシュで食べちゃいましたよ。こちらはカツオ首藤丼定食。首藤が何なのかっていうのは説明がめんどくさいんで調べてください。美味しかったかって？めちゃめちゃ美味しかったです。多分丼定食で足りないと思ったんでしょうね。この阿波踊り炭焼き風も頼んでしまいました。これがね、めちゃめちゃうまい。阿波踊りって皆さん知ってますか？名前が面白いよね。美味しくいただきました。ありがとうございました。デザートも買ってもらった。土佐の高知のよさこいアイスクリーン、走りもせずにこんな楽しんでたらバチが当たってまう。よ、元気。明日のお前に言いたいことが3つある。1つ目、何があっても心は元気でいてくれ。今朝の俺みたいに心が元気がなくなっちまうと体に悪影響が出る。逆にたとえ状況が悪かったとしても心に翼を持っていれば体を引っ張ってくれる。もし仮に明日とんでもないことが起きて室戸岬までたどり着けなかったとしても何も問題ねえよ。何かうまくいかなかった時に反省するのはいいけど、うまくいかなかった事象を見つめすぎるのは良くない。どんな状況だったとしてもその時考えるべきなのはこれから自分がどうするか、それだけだから。2つ目、足の状態はどうですか？まあ良くないとは思うよ。今日優しいおじいちゃん薬剤師の先生から買ったね、ガーゼとテーピングでガッチガチに固定してから走り始めてほしい。今俺の体の中で問題になってるの足首から先だけなんだよね。逆にそこがクリアになれば実力は発揮できると思う。なんで明日は走り始めて正午になる前に一回水を確保できる場所で濡れタオルで足首から先を拭いてほしい。汗ももできてしまってるからね、足先のケアだけはガチろ。最後に3つ目、徳島県にちゃんとバイバイしよう。明日はかなり早い段階で徳島とバイバイすることになると思う。寂しいね。徳島県で声をかけてくださった人たち、めちゃくちゃいい方たちだった。その方たちへの感謝を忘れずにね、センキューの心とポジティブ魂で走ってってくれ。以上、そういうこと。頑張れ。今日はレックレス応変路始めてから初めて札所に到達できなかったね。まあ気にすんな。そして今日は医療品買ったりいいホテルに泊まったりしたからお金が結構かかってる。美味しいご飯いただいて栄養状態はめちゃめちゃいいはずだから明日思いっきり走っちまおうぜ。